ははいこんばんばメイウェザーが世界一大好き893チャンネルです。はい今日はですねメイウェザーが試合で口論になった末に乱闘になったってことで話題になってるんですけど、今日はねこの感動を共有するために、えー、急遽動画を撮ってますははいでは急遽、えー、ニュースを読ませていただきます。はい、えー、メイウェザー、マフィアの孫と大乱闘、ナメプニ相手が激高か、ネット衝撃、過去一ひどい。 えー、ジョン・ゴッティ三3世とのエキシビションマッチで騒動、元プロバクシング世界5階級王者のフロイド・メイウェイザーは、11日、米フロリダ州でプロ格闘家のジョン・ゴッティ三3世とのエキ,シンエキシビションマッチを行ったが、こので一戦で大連闘が勃発した。現在46歳のメイウェイザーは、引退後はエキシビションマッチを行い、えー、来日もしている。 この日の相手、ゴッティはプロの MMA ファイターで、昨年10月にプロボクシングに転向し、2戦2勝のキャリアを持つ。また、祖父のジョン・ゴッティは伝説のマフィアとしても知られる。リング上に上がった両者、しかしゴッティは全く手が出ず、メイウェザーはノーガードでよそ見をするなど、遊びようなのそぶりを続けた。 メイウェザーが圧倒していたが、両者は試合中にもかかわらず、たびたび抗論する展開に、見かねたレフェリーが試合を中断、えー、途中で中止にしたが、激高したゴッティ3世が青春を振り切り、メイワザーに殴りかかり、両チームがリング上で入り乱れる大ライアントへと発展した。まあ、て,こてことで、まああの、フロイド・メイウェザーと、ね、あのマフィアの息子の試合が、ねまあ、乱闘になったってことで、はい これがメイウェザーとあのジョン・ゴッティの孫なんですけど、まあ、これがあの乱闘の様子ですね。はいまあ、これについて思ったのは、<laughs> あのボクシングなんだから、ってか格闘技なんだから、乱闘はやめようよって思いましたね。な、は、ん、いまあ、でかっていうとあの、格闘技って一応ね、プロのスポーツなんですよ。はい、あのふ普通の,あのストリートでの喧嘩とは違うんですよね。はい まあなんかそれにもかかわらず、まあ、こういうねあの乱闘になったってことなんですけどやっぱねこういうことになるっていうのはやっぱ、ね、プロ,プロの,あの精神がねな,なってないってことなんですよ両者ともにはい、まあ、だからあの本当にねプロだったらあのまあ、乱闘とかやめてねあの素直にやっぱ正々堂々と殴り合ってあの結果をねあの示してほしいなと思いましたね。はい てことこで、まあ、メイウェザーにはねあの残念だなって思いましたね。はい